はい、皆さんこんにちは。ミスルトゥミュージックスクールギター講師の山田です。はい、今回はサイクルオブフィフスのトレーニングになります。こちらの動画をご覧になった方も多いんじゃないかなと思いますが、4度上行もしくは5度下行の進行ですねを、トレーニングしていきたいなと思います。はい、出題方法としてはセブンスコードを、出題しますので、その解決先のメジャーコードを答えていただければいいかなと思います。つまり G7 でしたら C メジャーコードという感じですね。はい、それでは行ってみたいと思います。制限時間は5秒にさせていただきますので、行ってみましょう。 G7 C F7 B フラット D7 G E7 A A7 D B7 E C7 F D7 G A7 D F7 B フラット。いかがでしたでしょうか。これを続けることにより、ドミナントモーション、もっと拡大すれば2-5までスムーズに、把握することができます。引き続き頑張ってください。